The link. 心と体のリンクを無視すること何によってこれねテクノロジ科学技術的なメデシン医学科学技術的な医学によって心と体のつながりを無視することはアクチュリ実は a brief. 短い間のアバレーション逸脱、ね、本筋から外れていることであると言っています 無視するっていうのは、実はですね、そんな長いことをやってたわけじゃなくて、本当は無視してなかったんだっていう話になります。で、えー、When の後ろも見てみますよ。When we ェンビー a ル a i n t h o l e History of the Healing Art ってあるので、When って普通後ろに SV あるんだけど、省略されてるよね。それはね、分かりきっている文の主語と一致する S と B 同士だからなんですね。なので、ここの主語は、g l レク t あるいはこの g l レクトからメリスまで。 科学技術的な医学によって心と体のつながりを無視することになったことをね、見たらってことですよ。見るとき。で、アゲンストっていうのはちょっとこれ訳しづらいんだけど、何かに対して、ホールヒストリー全体の歴史、何の ?On the Healing Art 治療する。このアートはね、絵とかの絵画とかの芸術じゃなくて、技、術ってことですよ。 治療すると昔からさいいろいろあったと思うんだけどそういう技があったんですねそういうい治療の技の全体の歴史に対して見られればね今やってるような科学技術的な医学で心と体のつながりをちょっとあまり見ないみたいなやつっていうのは今までの中で見ればちょっとした逸脱今ちょっと違うってことになっているんだよってことです。で難しいですよね。一文目っていうのはこの話トピックの中で言いたいことなんですよ。 で、それを噛み砕いて説明していくんで、またこうピンとこなくても次行っちゃった方がいいです。次行きますよ。In traditional tribal medicine and in the western practice from its beginning in the work of Hippocrates, the need to operate through their patient's mind had always been recognized. はいえ。In traditional とはありまして、in、何かの中でって言ってますけども、伝統的な tribal、部族のメディシン、医療、ねまあ、医術と、 Western Practice 西洋のやり方いつからの ?From its beginning。はじめっから。どこの始めよ ?Enda, w o r k o m e Hippocrates.Hippocrates。Hi Hi 大文字始まってて固有名詞だってわかるけど、何のことだかわかりませんよね。何のことだかわからない固有名詞は、カンマの後にその説明が来たりするんですけど、これ実はその説明ないんですよ。説明ないってことは、説明不要だってわけですね。言わずもがなってやつです。でも知らないですよね。どうですか、Hippocrates。これヒントはですね。 出典にあります。医学を志す人であれば、知っておいてほしいってことですね。ヒポクラ、ヒポクラテス。ヒポクラテ,ス,クラテスっていうのは、ギリシャの、ね、お、ギリシャのお医者さん、医学の父って呼ばれている方で。ね、えー、その道の人だったら、知っているべきだということです。で、ヒポクラテスの。仕事、ワーク。の始めから。ね。まあ、そういう近代医学っていうんですかね。それの。一番。始め。西洋のやり方。 それと Travel, Medicine を,を比べてるわけですけども、そのどっちかというと従来型のやつと西洋型の、その両方の中で、The need、これは名詞で言ってるよね。必要性、必要であること。何が ?To operate.Operate ってのはさ、オペレーションとか言うじゃん。あの手術もオペっていうでし、ね、な何かするってことなんですよ。まあ、手術するとかさ。ね、えー、Through the patient's mind。患者さんの心を通じて 何かそういう手術とかそういうね治療を行うっていう必要性は has always いつもでこれ官僚系じゃね has been で B プラくもんにしずっと認識されてきたんですよ、ね、昔の部族の治療もヒポクラセスから始まってる西洋のやつも患者さんの心を通じてやるんだよっていうのが認識されてきたそんなもんだと思われてきたんですねまあ今も現在官僚だから今もそうかね until the 19th century メディカルワイヤーズ rarely t h o t you know the influence of grief, disappear, or discouragement on the answer and outcome of illness, nor did they ignore the healing effect s of faith, confidence, and peace of mind. 長いね。え、until that です。何までずっとってやつね。え、19th century、19世紀までずっと、メディカルワイヤーズ、医療に関わる物書きの人、記者の人たちは、rarely、これさ、めったに何々ない。 めったに、〜何々ないっていう、これ、否定語、準否定ってやつね、否定語です。で、fail to do ってやつね、これね、〜何々しないとか、し損ねるとか、そういうやつなんですよ。なんで、これも否定なんですよ。否定と否定が合わさると、これね、強い肯定になります。強い肯定。ね、しないなんてないって言ったらするんですよ。そういうことです。だから、メリカ・ワイダーの人たちは、 ノートしないなんてことはないよ。ノートするんだよ。つまり書くんだってわけ。ね。何を書くので、インフルエンス。アクセント前ね。影響を書くんですよ。何の影響かって言ったら、grief、disappear、で、お r があって discouragement。A や B や C の影響を書く。ね。ここら辺に書いてある、この悲しみとか、失望とか、落胆の影響を書くんです。で、その影響、どこに出るのこれね、オンね。 インプレンだよどこに乗っかってくるのその影響で a n s e t and outcome 始まりと終わり何の病気が始まる病気になっちゃうで終わる治っちゃう病気の始めから終わりにさっき言った悲しみとかね ABC の影響がねあるんだってことをメディカルライターズの人はもう書くって言ってるんですよ分かった次行くよでノーでィデイってありますよね ノアっていう否定語が来ると、これね、統治が起こるんですよ。いいかな、ひっくり返ってるよね。で、これね、デイが指すのは、さっきのメディカル・ライダーズね。で、メディカル・ライダーズの人は、また、ふなららもないってこういうわけですね。ノア・デイ、えー、ノア・ディ・デイ。いい彼らはまた何かもなかった。いいメディカル・ライダーズは、無視することもなかったんですよ。何を ?healing effects。これね。 治療の効果、癒しの効果を無視することはなかった。何の効果かっていうと、フェイ h 信頼、i ンフェンス、自信、そして、ピースオ m マイ d 心の、えー、安定、安寧、そういうことですね。A と B と C の癒しの効果を無視することなんてなかったんだよと言っています。あちょっとあれだね。さっきさ、 ABC って書いて今度も ABC って書いたけど一箇所違うところあるのに気づいたつなげてるのはね OR と AND ですよねなんで上の方は A か B か C なんですね下の方は A と B と C ね信頼してて自信があって心が平和である安定しているそういうことの癒しの効果を無視なんかしなかったんだってこう言ってるわけですよまあ心が整っていればね病気なんかも寄ってこないんだっていうことをさ なんか今だったら精神論とかね、そんな感じで捉えられそうだけど、昔は言ってたみたいですね。次行きますよ。Contentment u s to be considered a prerequisite for health. ちょっと難しい単語がありますね。Contentment っていうのは、なんちゃらメント、これ名詞だよね。あの、すごい幸せなことです。q u i e t happiness とか、そんなやつです。satisfaction とかね。で、そういう幸せってのは、used to do ってやつ。昔は同行ううでしたってやつね。 過去の習慣とか状態を表してるんです今違うってことです。で、B プラス過去名詞でね、これね、c o n s i d e r 見られてきたんですよ。今は違うけど、昔はそう見られてたんですね。幸せっていうのは何だと見られてきたんですか ?Prorequisite だと思われていたってことです。これは必要なこと、necessary と似たようなものですか必要条件だったんですね。何に対する必要条件かつったら、健康の必要条件。心が平和であるっていうことじゃないと、 健康にはなれなれいよよっっててこう言ってるわけですよ分かった。ね。はい。ということで、これね、一読してここまですっきり分かるなんてことは多分ないんですよ。ね。だからもうね、なんか説明今聞いて、いやもう全然分かんないからダメだと、即答頑張って70番まで来たのにこんなざまかと思わなくていいですよ。分かんないところがいっぱいあるのを読んでいくことで、あこういう話なんじゃないかなって理解し直して、もう一回頭から見ればいいですよ。一段落目っていうのは 話全体の流れをねあの分かるように書いてくれてはいるんだけどもまだね具体的じゃないこともあるので話はね分かんないことがあっても読み進める速読のねいいとこっていうのはそういう感じなんですよ分かんなくなって先に行く全体を見れば結局こういうことが言いたいんだって全体像が見えてでもう一回見直したら分かんなかったことも見えてくるんですよそれを繰り返す中でですね単語とか文法を覚えるってことにもつながってくるし 全体的ななっかりか上がってきますのでで心配しないいくださいここまで来た皆さんですから繰り返しのトレーニングそれだけで実力アップ間違いなし。はい、ということで70番の大事な中ここまでまた次回第2ラウンドでお会いしましょうお疲れ様でした。